おはよう。まあ今から寝るけどね。どうも。はい、どうも。寝る前の枠です。どうもどうも。はいはい、ワード2。はい、こんにちは。寝てないね。なんか目覚めちゃって寝れないんだよね。寝てないね。タイムラプス撮ってみたよ。うまくいった？面白いよね、タイムラプスね。どうだった？うまくいった？成功した？失敗した？難しいでしょ。何で失敗したんだろう。設定いじくっちゃったパターンかな。設定いじくっちゃって、チカ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 しちゃったパターンかな。パソコンまであと40万ちょぴったりだから書いておきます。40万ぴったりでーす。10、100、1000万、10万、100、100万じゃない。ちょっと待ってね。PC、パソコンまで、PC まで。20、100、1000万、10万合ってるかな。1000万、10万合ってるね。10万円と、よいしょ。マネージャーには月いくら払ってるの？守秘義務があるから言いませんね。ペットボトルで固定で失敗。ああ、三脚の問題か。ペットボトルで固定は厳しいかな、ちょっとな。ペットボトルでカメラを固定するのは厳しいね。やっぱ三脚は持っておかないとね。ちょっとね、ダメだよね。はい、こんにちは。
波動もタトゥーの波に乗ろう。タトゥーに関してはいろいろ昨日話したんですけれども、タトゥー入れること自体には僕反対でも賛成でもないんですよ。別に入れたい人が入れていいし、入れたくない人は入れなくていいっていう立場なんですね。誰が好きにすればいいじゃんっていう。だから僕がタトゥー入れても、僕が入れなくても、僕の周りの人とか全く知らない人がタトゥー入れても入れなくてもどっちでもいい派。ただ、俺がもしタトゥーを入れるとするんだったら絶対に人に見せない。それが俺はタトゥーを入れる人のマナーだと思ってるから。要は見せびらかすもんじゃないと思ってる。それが俺の考え方かな。だからもしタトゥー入れたとしても、タトゥー入れましたとか、まあタトゥー入ってることもスルーするだろうね、多分ね。もともとね、人に見せるために入れるわけじゃないでしょ、タトゥーっていうのは。はい、よろしくお願いします。もちろん人それぞれなんじゃないの。俺はって言ったじゃん、俺はって。俺は人に見せないよっていう、昨日撮ってたやつはね、YouTube にあげた。まあまあ好評だったかな。バーガープレゼントありがとう。16号さんありがとうございます。はい、楽しんでってください。お、いつもありがとう。YouTube にアップしたよ。アクセサリー受ける。ワド君にパソコン代金20万支援したいんですが、ありがとうございます。ぜひ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 お願いします。待ってます。お願いします。お前のインスタ気持ち悪すぎ、見なきゃいいんじゃない。調べちゃった、気になってついつい見ちゃった。お前のインスタ気持ち悪すぎとか、存在が気持ち悪すぎて枠開いて5号8号で身の一番に見に来るっていうのがよくわかんない。昼間の、平日の昼間のお昼過ぎに胃の一番にさ、気持ち悪いものを見に来るっていうのがすごいよね。振り込みすればいいですか。ああ、ぜひお願いします。振り込みでも天ギフでも何でも大丈夫です。インスタ見てます、ありがとうございます。天ギフではパソコン買えないのでは。天ギフではパソコン買えない、パーツが買えますね。髪の毛ないですよ。何時に起きるの？夜かな。まあ基本的には起きたい時に起きるっていうスタイルっすね。
見てみます。これからどうやって見れますか？どうやって見るんだろう。インスタグラム、ちょっとわかんないっすね。あんまり詳しくないっすね。オファーは、ノーコメントでお願いします。21号さんノーコメントで。ごめんなさい。すいません。何でも答えたいんですけど、ちょっと捨て頃に関してはノーコメントでお願いします。いや、収入少ないですね。激少ないですね、僕は。収入どれくらいだろう。平均すると20万超えるかどうかかな。今月10万ぐらいか。20万ぐらいですね。20万ぐらいですね。そうだね。18号さんキャラ変わったね。みやびとやるなら応援したのに。捨て頃ね。出てきました。ありがとうございます。和田さんタイプです。ありがとうございます。香川さんは喧嘩強いよ。のんちゃんからいろいろ聞いてるけど、のんちゃん香川さんのリスナーさんだからめちゃくちゃ怖いよ。香川さん、普段温厚な人怒らせたら怖いって言うじゃん。のんちゃんからいろいろ聞いてます。脚本書いてくれる人探さないとな。脚本自分で書こうと思ってるんだけどね。ダンカンさんがね、脚本の書き方を教えてくれるって。まあやばいっすね。まあでも収入少なかったら税金少ないんで、天岐阜送ります。マジっすか、18号さん。でも天岐阜だとパーツになっちゃいますよ。もちろんカウントから減らしますけど、40万円から天岐阜でパーツで細かく買っていく感じですね。何のパソコンを買うの？ですね、パソコンは自作パソコンを買おうと思ってます。ぶっ殺すぞ。大丈夫ですか？殺害予告は犯罪なんでやばいっすよ。捨て頃和道さんの推薦来てるのかな？捨て頃のことあんまり話したくないんですよ。てかちょっと今回はやめとこうかななんて思ってはいるんですよね、正直言うと。ちょっとあれなんで、まあちゃんと正式に辞退したら辞退したって報告するんで、ちょっとなっていう感じですね。ちょっとなっていう、ちょっとまだ答え出してないんで。何、朝日の爆破予告ってなんだろう。何をフォローしたらフォロワーするんですか？何のアカウントですか？ちょっと捨て頃の話はスルーします。ふわっちは、僕はフォローバックはちょっとしないかな。たこ焼きありがとう。たこ焼きありがとうございます。たこ焼き大好きタルルウト、ありがとうございます。いや、無理とかね、無理じゃないとかじゃなくて、あんまりちょっと乗り気じゃないですよ。フォロー全然しなくて大丈夫ですよ。捨て頃はオファー来てるよ。ワドちゃんの返事待ち、便所が言ってたよ。受けろよ。みやびとマッチアップでブルッタンか。勝てるよ。相手50だぞ。違う、ギャラが安いのが嫌だなと思ってんの。違う、相手がどうとか、勝つとか負けるとかじゃなくて、ギャラが安いのが嫌なの。ギャラの問題。だって1万5千円だよ。1万5千円はないでしょう、正直。あんだけから張って。
いやー、金かかるよ。20万ぐらい飛んだかんね、前回。だから、ちょっと、今の生活だと無理。前回1万5千円だったから、ちょっと断ろうと思って。今、それどころじゃないからさ。ああ、いいね。軍曹と光くん。これは盛り上がるね。現時点で煽り合いがすごいんだ。交通費全部込み。全部込みで、要は、顎足なしで、1万5千円。そうなんだよね。ちょっとね、負担がでかすぎるから、ちょっと、ギャラ交渉して、まあ、ぶっちゃけ、金が良かったら出ようと思ってるんだよね。金が良かったら出ようと思ってるけど、まあね、あんまりね、ちょっと厳しいかな。ちょっときついかな。多分断ると思うよ。向かって右手って右手は右手しかないんだけど。向かいだろうか。何だろうが、右手は右手でしょ。向かって右手って何？向かって右側だったら分かるけど、向かって右手に行って、右手は右手だからね。多分俺断るんじゃないかな。ギャラ交渉で決裂したらちょっと多分断ると思うわ。それ多分俺だけじゃなくて、全選手共通だと思うから、まだ話してないんだけどね。いや、チケット売るほど人気ないのにギャラ出せるわけないんだったら、別にそもそもブッキングする必要ないじゃん。イベンターなんだから、チケット売れないって判断をするしたら、別にオファーかけなきゃいいんだから。まあ結構厳しい。今の収入だとちょっと厳しいね。ワンの時とか40万ぐらい稼いでたからさ、結構余裕あったからいいけど、去年結構厳しかったんだよね。延長します。延長します。ハートありがとう。ハートありがとうございます。バーガーありがとうございます。バーガーザイス。バーガーザイス。ありがとう。いや、だからまあ金に余裕があって名前売りたい人とかでいいんじゃないかな。なんかもう2回負けたし、まあ正直俺もチケット売れないと思ってるから、正直そこは認めるから。統合フェスも全然売れてないから、まあなんかあんまりね、出させてくださいっていう感じでもないし、1回目は正直出たかったんだけど、もう2回やってダメだったってことはダメだと思ってるからね。
まあ多分出ないと思うよ今回。なんか出てほしいっていう要望もないから、リスナーさんから。だからまあ多分今回出ないだろうね、うん、おそらく。おそらくっていうか、まあほぼほぼね、ギャラ上げてくれるってことないと思うから、うん、ステコロ自体最後になるっぽいよね。どうなんだろうね、続ければいいのにと思ってるけど、今回は便所が出てほしいみたいだな、正直今まあそういう状態じゃないかな俺が、まあまあプロモーションって大変だと思うよ。1回目とか2回目はちょっと余裕あったけど、あれやっぱ負担がでかいよね。和道さんはもう有名になったし人脈があるし、出なくても生活できるから出なくてもいいんじゃね。出て美味しいところがないから、正直言うと、どうなんだろうね。なんかまあほら格闘技、うちのリスナーさんがさ、まあ和道出てほしいって絶対来るとかさ、あの推薦がすごい来てるとかさ、チケット売れる見込みがあるとかならさ、あじゃあいいんじゃないかなとか思うけど、誰も期待しないかんね今のところ、そうだね、ドレさんと2年前ぐらいが楽しかったね。フワッチ自体が楽しかったね、すげえ楽しかったね、ドレさんとコラボしてた頃、ドレさん仲良かったしね。俺女にモテたいとかあんまないっすよ。なんか女のケツを追っかける配信者タイプじゃないでしょ、配信者っつうか。あんまりね、あの女ネタとかやらないんすよ。普通になんか好きな人といるだけで。だからあれじゃん、女の人出たことないでしょあんまり。あんまりね興味ないんすよ。あー女性の方が花火とかね投げるよね、確かにね、わかる、女性の方が投げると思う、確かに確かに。確かに確かに。なんでドレさんとコラボしなくなったの？いや、ドレさんと仲悪くなったからね、俺。出ることになったら応援するね。あ、ありがとう。出ることになったらギャラが上がったと思ってください。出ることになったってことは、ギャラが上がったってことですから。ギャランティーの方が上がったっていう判断で。ドレさん俺も全く見なくなっちゃったな、すげえ面白い配信だったんだけど全く見なくなっちゃったね。配信見るっていうことが少なくてカオスばっかり見てるかな。最低いくらなら出る、
最低いくらなら出る？いや、だからそこだよね。結局俺の計算だと捨て頃1回200万儲かるの、正直便所さんね。でなんだかんだで、まあ、経費抜いて200万儲かって、まあ、多分その裏方の人とかのまあ裏ギャラだよね、裏ギャラで多分100なんだよ俺の計算、120ぐらいので、 DVD で今回100儲かってるから200儲かってんの、絶対200は儲かってんだよ。で200本プロモーション儲かってるのはいいけど、全選手に3分の1ぐらいは売り上げ還元しないと DVD の版権とかも俺らに入ってこないわけだから、まあそこ、あ、だから計算は成り立つから、あ、結構まあ3分の1プロモーターが取って3分の1選手に分配して3分の1経費にかかる警備員とか会場費とかだったら、まあまあ普通だなと思うけど、そんな感じかな。でなんかさ、なんとかの選手に30万払うとかメーター作られてもさ、ちょっと なんか違くねえかって思うんだよね。なんでそんな配信者じゃない人をさ30万のギャラで呼び寄せようとしてて、なんだろうなっていう、そんな感じかな。いや、男官塾の件っていうか、俺からするとなんか急にディスられ始めて、なんでって言ったらガンガンもう3ヶ月ぐらい煽られてて、で電話かけたらなんかガミガミ言われたから、俺からしたら原因は分かんないけどね、原因聞きたいとは思うけど、まあいいんじゃない、多分嫌いなんでしょう、俺パソコンなくなったらやばいよ、何もできなくなっちゃう。花火が上がるのは本人の頑張りに対してさ、花火を投げてくれるわけじゃない？宣伝費として選手が出るんなら、無名の選手が売り出したい人が出ればいいんだと思うよ。42号さん。ああ、和道塾なんだろうって。そんなに実力あるわけないじゃんね。意味がわかんないよね。俺はドルさんと仲良くしたいっていう気はあるよ。やっぱりなんだろう、頭がいいし好きだし、俺は正直ドルさんと仲良くしたいけど、そんな一方的にさガンガン言われて理由も何も話してくんなかったらね、ちょっと寝れないね。俺は全然仲良くしたいよドルさんと。だ何で怒ってるのか分かんない限り、俺もさ全然気使える方じゃないからさ、こういう性格だからさ、まあだから合う合わないってあると思うから、これは全然なんかドルさんと話してさ、あ、こういうところに怒ってたんだって悪いなと思ったら普通に謝るし、あ、それはすいませんでしたって、でまあそれでね、なんか変なこと言われて、例えばいやそれ全然勘違いでしょっつったら勘違いって言うし、だからそれだけだよ。俺は別になんか喧嘩するつもりとかないよ、何にも。仲良くできるんだったら仲良くしてた方が楽しいしさ、ちょっとだからまあなんだろう、生活に余裕がないからって言って多分断ると思う。あのね、カズーンさんにね教えてもらったのがね、あのプロボクサーが3万人いるんだっけ、日本に3万人だかかな、人口ちょっと忘れちゃったんだけど、ね、年に1人か2人は死ぬんだって、あの不慮の事故で結構確率高くない？まあプロボクサーはさ、ほら3ヶ月に1回とか絶対試合するから、もっと確率発生頃低いと思うんだけど、いくら16オンスって言われてもね、俺も顎関節症治ったの最近だからね、半年ぐらい顎ずれてたからね。プロボクサーはギャランティーグリーンボーイだとまあ3万から
まあ6万とは言われてるけど、あのジムに半分持ってかれるだろうから約3万だろうね。約3万ぐらい。いやまあね、1万5000円で体張れって言われてもね、捨て頃はプロの半額っていうかさ、そもそも格闘家じゃないからさ俺らは。そのなんか便所さんに言われたの、お前格闘技だったらギャラなんて出ねえよって電車で言われたことあったんだけど、いやそもそも俺らプロ格闘家でなんかじゃないしなっていうのは思ってた正直。それ格闘技近くやりたい人だったら、その出たい出たいだから自分で出てさ無料で出る分にはさいいと思うんだけど、俺は別に殴り合いやりたい人ではないじゃん、だからちょっとねプロと比べられても分かんないよね。ね、後遺症で動けないボクサーとかいっぱいいるよね。いやだから出るのやめるって話よ。そう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 、辰彦とかはさ、辰彦とかはもうバーン出ればいいんだよ、あ、まあギャラはもらってるからね。ちなみにいや1回目はさ俺から、1回目は俺から出たいってお願いしたの。だから1回目は誤解しないで、1回目は誤解しないでみんな、あの1回目は俺が興味があって格闘技やってみたいで俺がお願いしたの1回目は、2回目はオファーがあったの、2回目はオファー、だから1回目は俺が出たいっつったんだよ。聞かれたことに答えてぐちぐち言うなって言われても困るわな。いやまあそんなもんでしょ配信なんて。質問に答えたら、まあだからケチつけたい人が多いんでしょ、ケチつけたい人が。いやあの普通になんつうの、興行のリングに上がってみたいと思ったので、あのスポーツ全般やったことないから、でボクシング見るのすごい好きだったから格闘技ちょっとやってみたいなっていう興味本位があったんだよね。そのやっぱリングに上がったらどんな感じなんだろうっていうのを知りたかったからさ、まあまあ匿名じゃないとコメントできない人たちだから。はいはい、51号さんありがとう。寝れないんだよねちょっとね、頭が冴えちゃってるから一枠やろうと思って。なんでランニングすんの、なんでとりあえず家から出てランニングするのかわかんないんだけど、なんで。ほっ
ットミルク、俺牛乳飲むとお腹下るんですよ。で、牛乳は体に悪いと思ってるんですよ。なんで基礎体力つけんの俺。いいよ、基礎体力いいよ、いらないよ。なんで基礎体力つけさせようとしてんの。あったかいスープとかめっちゃおしゃれじゃん。いや、なんかわかんないけど子供の頃から体に合わないんだよね。絶対これは体に悪いと思ってる。いや、47号さんなんすか、なんなんすかさっきから。いやマジでなんなんすか、石野とそっくりだとかマジでなんなんすか、やめてくださいよマジで。いやだから言ってるんすよ、ラッパーのなんとかがあの日コンビニでデートした明かりはもうない。わかります？いやわかりますか、ラッパーが言ってるんすよ。あの時デートしたコンビニが今はもうないって。はい、あ、まあまあ、グローブとかは全部とかあるからそういうのは、必要ないっすね。全然必要ないですね。あ、歌うまいつだっけ、え、歌うまいつだっけ、忘れてた、歌うま忘れてた、え、歌うまいつだ、やば忘れてたわ。え、歌うまっていつだっけ、え、歌うまっていつだっけ、忘れてたわ。あ、終わったんだ、じゃあいいか。あ、忘れてたわ、歌うま選手権忘れてたわ、すっかり忘れてた。そっか、歌うまもあったな。12月か。そうか、歌うま選手権もあったか。銀座のね、行きたかったって、来れないのかな、なんか事情があって。
なんで銀座でやろうと思ったんだろうね。銀座なんか1回か2回しか行ったことない。アップルストアに行ってたぐらいだ。銀座にしかなかった頃。銀座に行こうって思う？あんまり元気じゃないけど元気だよ。あ、そうなんだ。今銀座中国人しかいないんだ。へえ、そうなんだ。ありがとう、51号さん、ハートありがとう。あざっす、あざます。ハートありがとう。穏やかじゃないかな、普段。普段穏やかなつもりなんだけどな、温厚だよ普段。まったり派だから、まったり派。物静かな性格だからね。まったりのほほんと生きていくのが好きなんだよね。こんにちは。57号さん、花火ありがとうございます。57号さん、ありがとう。ありがとうね。ありがとう。ありがとうっす。ありがとう。ツバニャンがワド、整形したらワドそっくりになったって言ってた。本人が言ってたの。ねえ、気をつけろよ。歌音のイベント、まあイベント参加しないとね、イベントアイテムもらえないからね。いや、全然眠くないかな。全然眠くないよ。
全部カラオケ枠にできるの。いや俺カラオケ枠人気だよ。歌うまいって言われるよ。ふわっち一本で食べていけそう。わかんないよそんなの、先のことなんか。明日のこともわかんないぐらいだからさ、わかんないよ。寝れないね。最近不眠症気味だね。不眠症っていうか寝てるんだけど、なんか体力クマとかがひどくて、なんかの病気なんじゃないかな。ありがとう、たこ焼きありがとう。文化祭アイテムっていうやつだね。たこ焼きありがとう。サンキュー。マクドナルド行ってくる。こんにちは。こんにちは。来月の歌う。いやーどうしよっかな。やっぱ最近の若い子に向けて若い曲歌おうかなと思ってるね。あれってこういう、あ、10代の女子とかに受ける、キャーって言われるやつがいいな。なんだろうな、今流行ってる、なんつったっけ、あのなんて言ったっけな、ほらエグザイルのあの後輩のやつ、エグザイルのあの後輩のユニットがすげえ流行ってるって聞いたな。なんて言ったっけ、風船ありがとう。なんて言ったっけ、あれがすごい流行ってるらしいよ今、エグザイルのあのなんとかブラザーズみたいな、なんとかブラザーズだっけ。若い子を狙っていかないとね。本人ですよ。あ、そうだ、ジェイソウルブラザーズだ。そうだ、3代目ジェイソウルブラザーズが流行ってるっぽいから、最近それ歌おうかなと思って覚えて、延長します。よいしょ。ありがとうございます。いや止めるも何もね、別にタトゥー入れたい人は入れればいいじゃん。寝れないね。寝不足ではないんだけどね、なんかちょっと体の調子がおかしいね。あんまり寝れなそう。あんまり眠くないね。鬱ではないんだけど体調がすこぶる悪いかな。なんかね、なんか顔の色が変とかね、クマができてるってよく言われるね。クマができてるって、なんか病気かもしんないよね。いや、睡眠はとってる。最近元気ない。血行悪いよね最近。血行悪いよね。
はいはい、すいませんね。どうも。寝てないよ。寝てないよ。あー、わからないっすよ。キツネ枠の時は誰が誰だかわかんないっす。僕は誰か把握する手段はないですね。今日何しましたよ。何見て、何を見てってだから、なんだろうね。まあ、アヤマンジャパンのリーダーだよね。いや、僕オナホールとかテンガとか全然使わないっすね。相当についてないけど、
メトロイドですね。スーパーメトロイドは神ゲーなんで、スーパーメトロイドおすすめですね。いいですよ、名作ですよ。スーパーメトロイドやりました。スーパーメトロイドはね、嫌いな人いないですよ。神ゲーですよ。メトロイドいいよね。サムス・アラン、エンディング泣けるよ。ありがとうございます。あー、ドンキー、ドンキーコングって、あ、スーファミか。ドンキーコングもね、まあ、ていうかスーパーファミコン名作多いかんね。スーパーメトロイドはやっちゃったんだ。じゃあなんだろうな、なんだろう、俺がハマったの。ドカポン、半熟ヒーローとか。半熟ヒーローやばくない？半熟ヒーローはすげえ面白かったし、パーティーゲームだったらドカポンかな。ドカポンはね、マジでね、すっげえ面白い。4人ぐらいでやるとマジでね、朝までドカポンになるからね。ドカポンいいよ、ドカポン。あ、ゴエモンも面白いね。うん、半熟はファミコンの遊んだことある。ドカポン超ハマるよね。ね、7掛けぐらいが普通ですね。ランキングポイント7掛け、0.7 かけた額とかがまあ一般的だね。なんだろう、俺ロックマン X と、ロックマン X はまあやったことあるだろうから、なんだろう、やりたいなと思うの、なんだろうな。スーパーファミコン、あー、あのメタルスラッグあったわ。神ゲーがあった。メタルスラッグやばいよね。メタルスラッグはさ、本当の神ゲーだと思いません？あ、頑張ります、ありがとうございます。メタルスラッグのドカポンはね、パーティーゲームだから3人とか4人、人がいないと全然面白くないけど、3人以上集まったらもう朝まで、もうすごい面白い。いやー、絵がすごいよね。ゲーム性もいいけど、スーパーファミコン出てないっけ？メタルスラッグってスーファミじゃないの？メタルスラッグってスーファミだよね。違うの？俺スーファミだと思ってたけど。あとまあ、ファイナルファイトの1とか。メタルスラッグってスーファミだね。何で出てんの？スーファミだと思ってたけど。メタルスラッグスーファミでしょ？何で出てる？スーファミじゃないって。あれか。ネオジオだ、そうだ、セガじゃない、ネオジオだ、そうだ、そうだ、ネオジオだ、すいません、そうだ、ネオジオでした。ワドタン、はいはい、そうだ。あー、クニオくん系も、クニオくん系やってなかったな。どっち断平のドッジボールもハマらなかった。どっち断平のドッジボールゲームすっげえ面白くない？あれ地元だけだったのかな。わかる人いる？どっち断平のドッジボールゲーム。あとなんかね、仮面ライダーとかウルトラマンのドッジボールゲームもすげえ流行った気がする。ファイナルファイトは1週間前クリアしたか。どっち断平の
ドッジボールのファミコンやったことある人いるかな。あれスーファミだよね。だよね。クニオくんなんだ。クニオくん系やったことないな。クニオくんなんだみんな。かまいたちやんなかったな。どっちだんぺー、メガドライブだっけ。なんかハードがごちゃごちゃになってるな。プレイステーションだったらな、あれおすすめすんだけどな。プレイステーション、スーパーファミコン、星のカービィ、スーパーデラックス、フーラヘの試練はスーファミじゃないよ。スーファミはトルネコだよ。トルネコ、フーラヘの試練はあのスーファミじゃなかった気がするけどな。多分試練ってあったっけ。試練ってなかったっけ。スーファミだっけ試練って。へえ。半熟ヒーローっていうのは RPG のね、お城とかを攻め落とす系の RPG ゲームなんだけど、あのね、当時結構そういうゲームあったんだけど、作りが本格的なんだけど、ビジュアルとかがもう超適当でギャグなの。なんかコメディ系のソフトって最近なくなったよね。超兄貴とかね、なんかね、スーパーファミコンってね、なんかもうひどいコメディーつうか、まあクソゲーって言われてるジャンルなんだけど、なんかそうギャグタッチなんだけど作り込んでるみたいな。半熟ヒーロー面白いよね。遊び心あるよね。なんだろう、あれ半熟ヒーローをアプリ版でリメイクしたら絶対流行ると思うよね。ただまあなんだろう、ちょっと半熟ヒーローはあの YouTube とかで動画見てから決めた方がいいかもしれない。癖が強いから。あ、まあそうだね、 RPG 苦手な人でも遊べるよね。結構あれはいいゲームだよね。最近ああいう系のゲームある。シムシティ名作っていうけどやったことないんだよね。あれちょっと大人向けだよね。俺がスーファミの頃とか10代とかだったから。レトロゲーム配信やってたよ。全然閲覧集まんなかったからやんなかった。あ、面白いんだ。俺はね、33歳。半熟ヒーローどうだろう、わかんない。あんまり流行ってなかったよ。なんか一部の人の中で流行ってるっていう。多分プレミアついてると思う。
プレミアついてるだろうね。無料アイテムがあるときはもう少し取り分減りますか？減ります。7割以下ってこと？うん、 6割とかになるときもあるんじゃないかな。人によるんだと思うよ。うん、あかんって。ハマチ美味しいよね。あ、分かりますね。横になると股間触るっていうか、これ分かる人いるかな。金玉握るとなんかあのユーミンの優しさに包まれたならが流れるんだよね、俺頭の中で。金玉をこうキュッてこう温めてると、小さい頃は神様が、わかる？わかる？これなんか頭の中でジブリが再生されるんだよね。いや、これね、男の人あるあるなんだと思うんだよね。いや、これ男の人はわかると思うんだよね。優しさに包まれたならが流れるんだよ。うん、ね、癒しアイテムだよね。これ女の人には分かんないんだろうな、多分。これね、あの金玉、寝るとき金玉なぜか握るっていうか包むというか、なんかね、これ結構あると思うよね。うん、そう、普段包まれてないから包まれたいんだと思う。うん、女の人には分かんないんだろうね、これ。これ男から男の人は分かるって、これ全員そうだと思うんだけど、うん、そう、うん、でもさ、金玉ってすごいよね。ゴールデンボールだよ。英語ではなんて言うんだろう。俺、金玉って最初に名付けた日本人って素晴らしいと思うんだよね。金の玉だよ、金の玉、金の玉だよ。すごいよね。ねえ、センスあるよね。それ以外に答えないもんね。
起きてるよ。俺が抱っこしてほしいもん。俺が抱っこされたいよ。俺の方が甘えん坊だから忘れるなよ。うん。俺が抱っこしてもらいたい。そして俺は抱っこされながら金玉を包み込みたい。で、頭の中でカーテンを開いてですよ。細川文江って歌ってるんだ。へえ。へえ、一種の卓球なんだ。すごいね。へえ。え、デスクじゃなくてディスクに戻るの？え、26号さん働いてる？ちょっと待って、ディスクに戻るって何ですか？ディスク？ディスク？え、デスクじゃないですか？ディスクに戻るんですか？ディスクって何ですか？ディスクに戻るんですか？ディスクから来たんですか？ディスク！ディスク！ディスクに戻るんですか？ディスクっすか？ディスクってなんすか？なんすか？なんすか？ディスクって。え、ディスク？なんすか？ディスクって。ディスク！すごいな、やっぱ。すごいデータの中なんだろうな。かっこいい。花火ありがとう。花火ありがとう。ディスクに戻るんですね。かっこいい。アンチは頭いいな、やっぱ。勝てないわ。ディスク。すごいね。すごいな。ディスクワーカー。ディスクワーカーですか？減らします。
いやだからまあ俺と一緒にいるのが一番のプレゼントだよね。いやだから俺と一緒にいるのが最高のプレゼン。だから首にリボン巻こうと思ってる。リボン。首にリボン。パドゥン？ キンタマでもね、温めたいよね。金玉に入るチンゲに金玉って。え、違う違う違う。金玉にチン、え、違う、金玉に、合ってるよな。金玉にチンゲって生えるですか？ 大人の人に質問です。金玉にチンゲは生えるですか？困ってます。ヤフー知恵袋の皆さん、金玉にチンゲは生えるですか？入るよね。よかった。ああ、よかった。安心しました。ヤフー知恵袋のベストアンサー、ありがとうございます。あ、あるんだ。よかった。よかった。ほら、俺母子家庭だったから、母子家庭だったからさ、ありがとう。ありがとう。ありがとう。よかった。寝れそう。最近いいことあったよ。すげえ。昨日あったかな。はい、ワドツアイテムありがとう。いや、いいことあった。いや、昨日すっげえいいことあったけど、叶わなくなったら嫌だから、秘密。叶ったら教えるんだぞ。ちょっと朝倉南風、朝倉み、足立満風。ちょっと左手を腰に当てて前かがみになりながら、秘密なんだぞだね。 秘密だぞって。かわいいでしょ。いや、朝倉南風だよ。足立満タッチの和道だよ。今キュンってなったでしょ。昭和世代は。血液型は B 型だぞ。
広末涼子が演技でやる前髪をフッてやるやつ好きだった。何でやってたっけな、なんかの演技でやってた前髪を息でフッてやるやつ好きだった。思い出した、中居くんもやってたね。中居くんやってた、やってた。広末涼子もやってなかったっけ。最近あんま調子よくないっすね。広末涼子だってそっくりなんだもん。親近感しかないよ。似てない？俺女に生まれてたら絶対広末にだったと思うよ。クリソツですよ、クリソツ。あー、縁組懐かしいな。縁組派か。カーブだね、カーブ。変化球で言ったらカーブだよ。縁組か、久々聞いたな。縁組か、久々聞いた。聞いたな、久々に。くそー、久々に聞いたわ。好きだったドラマはあの野島伸司ですよ。野島伸司作品、野島伸司派ですよ僕は。わかる？野島伸司のあの世界観、野島伸司作品大好きだよ俺。大好きだよ。すごい好き。世紀末の歌めっちゃ好きだったわ。わかる？世紀末の歌好きな。世紀末の歌好き？みんなは。好き？好き？俺は好き。知らないの？世紀末の歌。友坂理恵は最初から曲がってたよ。金田一少年の事件簿の第1話からずっと曲がってたよ。でも可愛かったよ。友坂理恵っていうか雛形あきこ可愛かったな。あー、雛形あきこ可愛かったな。あー可愛かったな。若月千夏は最初の頃は良かったな。わかる？どうしたの？若月千夏は本当に最初の頃可愛かった。可愛かったな。あー、沖縄恵み、沖縄恵み、わかりる？本
当に大きな恵み。何があったんだろう、大きな恵みに。若月千夏に何があったの、広末に何があったのよ。まあ古谷賢治仏線だよね。恵みはないよね、正直ね。KJ、 KJ、いやー、菅野美穂は今の方がいい。菅野美穂はどんどん良くなってる。ディスクに戻るの。AI かな。ディスクに戻るって、お前 AI か。ワドツ、誰が一番好きだった芸能人で、一番この人だって思った人、ちょっと言おう。絶対言わないから。明日学校でクラスのみんなに絶対言わないから、好きなやつ言おう、芸能人。明日言わないから、学校で。芸能人で一番惚れたの、一色さえ八草かおる。年齢層が分かんねえな。山本リンダ、秋川浩二か。はあ、マルシア。ああ、ビートギャザーね。あ、佐々木希ね。佐々木希嫌いだったけど、最近なんか艶っぽくなってきたよね。若い頃の佐々木希ダメだったけど、最近艶っぽいなと思ってるね。松坂慶子今プロレスラーみたいになってるからな。なんかすげえ腕太いんだよね。ビートギャザーか。鈴木亜美が歌姫名乗ってた時はもう正直失笑だったけどな。ツバニャンの顔と鮫島さんのタトゥーは触れるな。
触らぬ神にたたりなしだよ。朝の光はまあなんだろう、鮫島さんね、まあいいんじゃない、タトゥーいいんじゃない、別に。なんかこじらせてるよな、なんかこじらせてるよな、石田ゆり子は綺麗だね。お酒の CM のさ、女房酔わせてどうするキーはもうやばいよね、あれはね。まあ金ないね。あ、ねえねえ、みんなさ知ってる？日本がどんどん終わっていくシリーズやっていい？これ本当にすげえ怖い話なんだけど、2020年になると日本にいる女性の半分が50歳になるって知ってた？50歳以上に。これマジだよ。知ってた？すごくない？2020年って世の中の女性が全員50歳以上になるんだよ。いやマジだよこれ。いやもうマジでやばいよね。マジでもう本当にね、世紀末ですよ。新世紀じゃなくて。いやすごいよね日本って。すごいよな。いや多分30代の女性とかでも若いねって言われる時代来ると思うよ。30代の女性がめっちゃ若いみたいな時代来ると思う。
ハンカチ売れるって何？すげえなんか、何その風が吹けばみたいな話。なんでハンカチは別に売れないでしょ。だから和道グッズを50代以上に向けて、ステッカーとかじゃなくて、あのスカーフとかに変えていくからね。スカーフとかなんだろう、あのマダム路線にグッズが切り替わっていくから、まあ俺にとってはね、天国だよね。そうだね、なんかね、芸能人で好きなババア、え、なんか俺のセックスシンボルはいつも言ってるけど、ユキだよ、ユキ。もうユキですよ、ユキ。いや、ユキはやばいでしょ。どうなってんのあれ、どういうことって思わない、ユキ。あー、刃会った時も可愛かったね。ユキを知らない人がいるの？マジで？マジで言ってんの？ユキを知らない人って本気で言ってんの？いや、モンスターバンドでしょ。いや、多分日本で一番のモンスターバンド、俺ユキだと思うよ。いや、ユキは可愛いでしょう。え、ユキわかんないの？いや、ユキはマジボーカルとしてもすごいよ、本当に。ねえ。いや、マジか。ユキ誰ってなるんだ、あー、いたいた。ユキのギタリストではないから、ジュディ&マリーのタクヤさんだよ、すごい時代だよな。子供の頃もうジュディ&マリーなんてもうヘビーで聞いたよ。あ、俺ね、八代亜紀苦手、タイプじゃない。八代亜紀は正直ない。ないです。俺はなんだろうな、可愛い系の穏やかそうな人が好きだから、ちょっとね、違うんだよね。なんか、八代亜紀はちょっとないな。さつきみどりないな。あー、でもね、長作好きだったの、子供の頃。最近見たらなんか身長低すぎて危険じゃねえかって思い始めたの。なんかあの身長の低さは危険でしょ。わかる？これ長作可愛いなと思ってたけど、 CM とか見て異常に身長低いんだよ。ちょっとなんかあれってなってきた。
長作が最近ダメになってきたね。うん、あー松雪泰子すげーわかる。松雪泰子やばいよね。うん、松雪泰子はすごいわかる。綺麗、本当に綺麗。松雪泰子わかるわ。わかる、すごいわかる。綺麗だよね。雪だっつってんだろうがよ。雪だよ。YUKA 雪だよ。もう何回言ったらわかんだよ。うん、あーダメだね。いやーダメダメ。俺はああいう系苦手。のっこは世代じゃないよ。だってロハコさんの初恋の人だよ。あーそうそう、サチが少し薄そうな人好き。うん、うん、いや川本誠はね、あのすげえドメンヘラだからね。調べるとやばいよ。あと手がごつい。あと2分の1っていう曲の中にセリフが入ってる。それやめてほしかった、うん、CD なのにセリフ入れてくるタイプだから。そのまま歌が聴きたかったのになんでセリフ入れんだろう。あれがよく分かんなかった。それは思った。あ、俺ヒステリックブルーのボーカルも嫌いじゃないから、それだけ忘れないで。ヒステリックブルーのボーカル嫌いじゃないから忘れないで。いや、ありだから。いや、スプリング良かったでしょ。いや顔ね、顔ヒステリックブルーの顔結構ありだから。いや、ユキ40いくつ ?45 とか ?45 ぐらいじゃないの多分。いや、それくらいでしょう。え、いくつだユキ。40超えててあの美貌はすごいよね。はい、こんにちは。センチメンタルバスはない、うん、ない。46、のりこと変わんねえんだ。
のりこの2個下だ。延長いいよ、もう今日これで終わりにしよう。アイコは声がパーフェクトなの。びっくりしない？アイコの声びっくりするんだよ。声 100点でしょアイコって。いや声100点だと思うよアイコは。うん、いやアイコ声100点でしょ。アイコ聞いて。いやマジで声100点だよ。声はすっごいいい声だよ。うん、いやカブトムシだよ、カブトムシ。いや声100点でしょ誰がどう聞いても。あ、ふわっちの吉坂由里子だと思ってる。愛子ちゃんはふわっちの吉坂由里子だからそっくり。愛子ちゃんの枠覗きに行くとね、俺ハイボール飲みたくなるの。トリスのハイボール飲みたくなる。愛子ちゃん美人だよねえ。吉坂由里子そっくりだよ。もう本当に愛子ちゃんの枠行くとトリスのハイボール飲みたくなるもん。ねえパワフルだよね。だから俺はニコ生の戸田恵梨香が村真子だと思ってるから、村真子見ると戸田恵梨香そっくりだなって思うし、愛子ちゃん見るとあ吉坂由里子系だなって思う。誰が三股又蔵だよお前。竹野内豊だろうがよ、おい。おかしいだろお前。なんで三股又蔵なんだよお前。おかしいだろ。三股又蔵って。やめて三股っていうの。やだ。三股又蔵キャラやだからやめてください。深川亮のネタ結構好きだったんだけどな俺。まだ三股又蔵さんはやめよ。三股又蔵さんはやめてください。
え、頭いいよ系だった？シュールはシュールだったけど、別に頭いいよ系ではなかったと思うけど、シュール系だったけど、じわってくるときたまにあったよ。いや、なんか腰に手当ててゆっくり動いてた、なんかネタあったよね、一言ネタみたいな。なんだっけ、あのネタ覚えてねえな。腰に手当ててずっとなんか運動してるみたいな、なんだっけあれ、あるあるネタやってたよね。はい、じゃあ皆さん、もう僕寝ますんで、お疲れ様です。最後にね、パソコン、50万円のパソコンがね欲しいんで、もしよかったら花火ください。お疲れ様でした。おやすみなさーい。